シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組は日常をまったりと語っていくラジオとなっております。リスナーの皆さんのことは隊員さんとお呼びしております。隊員さんはぜひこの番組にメールを送って、この番組を応援してくださいね。よろしくお願いします。さてさて、今日はですね、メールをいろいろいただいてますので、ご紹介していきたいと思います。ちょっとね、ご紹介が遅れちゃってすいません。まずは隊員ナンバー103番ドンオミクロ隊員からです。ありがとうございます。こんちゃん隊長こんにちは。こんにちは。私が前々から再推ししていた漫画、君のことが大大大大大好きな100人の彼女、通称100カノがついに悲願のアニメ化を果たしました。正直あの高いクオリティの原作と絵をうまく映像化できるのかと不安な面もありましたが、期待以上でした。もう最高です。今期は百花の以外にもいい作品が粒揃いですごいです。そんな中、隊長が今期おすすめする作品を教えてくださいませ。それではまたメール送ります。それではとのことです。ありがとうございます。はい、今期のアニメもそろそろ終わってしまう時期になってしまって申し訳ないです。今期ですね、私が見ている、最推しのアニメは薬屋の独り言です。はい、あの漫画も好きで読んでたんですけれども、今回アニメ化するっていうことでとてもとても期待しておりました。絵もすごく綺麗だったので、本当にアニメ化する際にはどうなるんだろうと思ってたんですが、いやもう最高のクオリティです。こちらも薬屋の独り言は一応もう最初から2期連続で放送決定していたんだっけな。いやもう本当にこれはあのとても面白いので、薬屋の独り言、もしご覧になってない方いらっしゃいましたら、見てみてください。そしてドラマはあのやっぱり家政婦の三田園ですね。全シリーズ見てるんですが、今期は初めてゴールデンタイムにやってきました。もうそのゴールデンタイムに来た時の1話のね、最初のね、あの皮肉っぷりたらありゃしないみたいな。もう三田園節は変わらず健在なので、今期もすごい楽しませていただいてます。そしてね、私の大好きな相棒も今回やっております。いやもう相棒の今期の第1話はすごい面白かったですね。1話には、まあ、あの2週連続のストーリーにはなってたんですけど、いやすっごい面白かったです。やっぱり右京さんと亀ちゃんのコンビは最強だなって思います。そう、1話のね時にもう青木くんが出てきたりとかしたのはまだちょっと熱かったし、やっぱり米沢さんもこれからまた出てほしいし、大河内さんも出てほしいし、なんならほんとミッチーもね出てほしいし、やっぱりね相棒のねいろんなキャラクターとまたいろんなお話を作っていっていただきたいなと、いろいろ見てみたいなって本当に思っております。本当に相棒やっぱり面白いです。はい、あとはマイホームヒーローっていうの、あの私全然知らなかったんだけれども、なんかもうアニメ化してたんだけどみたいなことを友達に言われて、アニメ見てたからちょっと、ドラマの方は実写あまり想像できないから見れてないんだよねみたいなことは言われつつ、私はそのドラマしか見たことなかったので、すごい毎回、楽しみに見させていただいてます。他にはね、東京リベンジャーズもやってますし、呪術廻戦もやってるし、いやもう本当にね見たいものばっかりでございますよ。
皆さんは今どんなアニメやドラマ見てるんですかね。いやもうこの時期になるともう元旦スペシャルの相棒が楽しみで仕方がなくなってきている時期になってきております。はい、またね1月からの新番などなどいっぱいあると思いますので、そちらも楽しみにしていきたいなと思います。どうもミクロタイメールありがとうございました。また送ってね。続きまして隊員ナンバー100番シークレットネームミラの隊員からです。いつもありがとうございます。こんちゃん隊長ハイサーイ、ハイサーイ。今年ももう終わりに近づいていますね。終わるといえば、実は私が遊んでいる無料ゲームが12月4日に終了します。約7年半続いていたゲームだったのですが、ついに終了。実は私、長く遊んでいる無料ゲームのサービス終了は初めて。時々しょしゃげのサービス終了で悲鳴の声を X で見かけることはありましたが、ついに自分にもその時が。途中プチ引退とかを繰り返しながらも今日まで遊んできましたが、すごい寂しいですね。サービス終了してもオフラインで遊べるようにと願っていますが、どうなることか。とにかく運営さんには約7年半ありがとうございましたという気持ちでいっぱいです、とのことです。ありがとうございます。はー、辛いですよね。こうなんか7年半でしょ。もうなんか携帯開いたらすぐ遊べる、そこにあるゲームの世界がある日から突然なくなっちゃう、出会えなくなっちゃう、その世界に行けなくなっちゃうって考えると本当辛いですよね。私も結構いろんなソシャゲやってきて、何個かやっぱりねあのサービス終了してしまったものがあるんですけれども、やっぱりね寂しいですよね。もう仲間にしたキャラクターがもう会えなくなっちゃうのかと。あんなに頑張ったイベントで獲得したものがもう使えなくなってしまうのかとか、いろんなね思い出があるゲームがね終わっちゃうとね本当に残念だし辛いです。本当にそう、オフラインで遊べるとねいいですよね。もうそのまま更新しなくていいからそのまま遊ばせてと思うけど、どうなんだろうね、そういうのって難しいんですかね。結構サービス終了するとそのままもうゲームも遊べなくなっちゃうものが多いですからね。ストーリーがあるゲームは、まあ、ストーリーだけ読めるように残して、他のね媒体みたいなので残してくださっているところもあったりもするんですけれども、いやでも7年半、こういうのもあれだけど、そのまたねあの7年半以上また遊び続けられるミラノさんが気に入る、ソシャゲに出会えるように出会えることを祈っております。本当にソシャゲってもう7年半続くのすごいですよ。本当1年も持たないで消えてしまうゲームもあったりします。1年2年で終わっちゃうなんて結構ザラですからね。もうぜひぜひまた素敵なゲームに出会えるように願ってます。みなの隊員メールありがとうございました。この番組では皆様からのメール、普通歌、お悩み、私への質問などを募集しております。どんどん送ってくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のミニアルバム、フォーエバーより、ひなげし。このまま眠る
この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通歌、近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です。メールの宛先は K ステーションの X@QTwitter の DM から送ってください。X の ID は @スペードパンダ3 @SPADEPANDA3 数字の3でございます。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは1月の12日の金曜日でございます。もう来年から早いね。ぜひぜひ皆さんに送ってください。よろしくお願いします。それではここで告知をさせてください。声優のお友達、三好理恵ちゃんと近藤佳菜子でオンライン忘年会をさせていただきます。タイトルがヘンテコ学園忘年会2023、開催日時は12月29日の金曜日19時30分から、参加費は3000円となっております。参加申し込みはただいま、メールで受付中です。受付のアドレスなどは、Twitter、X の方で、告知させていただいていますので、ぜひぜひそちらをご確認ください。いろんなゲーム大会とか、私はできればプレゼント大会とかやりたいなと思ってますので、ぜひぜひふるってご参加ください。もちろんオンラインでの開催となりますので、ご自宅でも外出先でもどこでも参加できます。パソコンでも携帯でも大丈夫。ぜひお飲み物を片手にご飯をご用意して、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。そしてそして来年の2024年3月10日日曜日に開催されます、ゲーム会社サクセスさん初の音楽ライブイベントSGM フェス2024に出演させていただくことになりました。はい、私はサクセスさんのゲーム羊村の歌を歌わせていただいてますので、そちらを、初披露させていただきます。開催日は3月10日の日曜日、場所は高田馬場クラブフェイスにて開催予定となっております。チケットなどの詳細は、分かりしない、X@QTwitter、はい、にて告知させていただきますので、ぜひぜひ皆さんふるってご参加ください。よろしくお願いします。いや本当にね、初めて歌うからめっちゃ緊張してると思うので、皆さんの応援が必要です。よろしくお願いします。その他近藤の、状況情報などは、X にてツイートしておりますので、ぜひぜひそちらご確認ください。よろしくお願いします。そう、今期でいいんだろうな。私今更ながら仮面ライダーリバイスの主人公の役をやられていた前田健太郎くんにハマりつつありましてそう、なんとも言えない透明感がね、なんかいいなって最近思い出してしまいまして、
健太郎くんが出ているドラマも今見たりとかしております。はい、またねリバイスとね違ったね魅力がいろんなドラマで出ているので、私あんリバイスの時はねそこまで調べてなかったから、まさか劇団エグザイルの人だと思ってなくてエグザイル系にハマる日がついに来たのかってちょっと自分的に思っております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログメインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目でいや温かい耳で聞いてください。